はい、どうも、大悟です。というわけで、今回はですね、福祉放送ということで、知れば治る先延ばしの原因トップ5ということでやっていきたいと思います。結論から言うと、先延ばしは直せます。環境が大きく変わらないと、元々の行動パターンとか考え方も、実は大きく変えることって難しいんですよ。生活パターンが変わっている時に新しいことを始めるっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよ。失敗への恐怖を感じるものに先に手をつけるべきなんですよ。今月で10キロ痩せるは私。難易度が高すぎる人ってのは非現実的な目標を立てて、手をつけない理由を見つけてるんですよ。大きな変化には抵抗するようにできてるんですよ。価値観がはっきりしていない人って、目の前の誘惑に駆られちゃうわけなんですよ。先延ばしの行動をするときにね、何を使って先延ばしするか調べてもらいたいんです。今ね、別に先延ばしは聞かなくてもと思う方いらっしゃると思うんですけど、実は知ってました。人間の性格とか行動パターンを変えるのに一番いいのって連休とかそのお休みの間なんですよ。で、これなんでかっていうと、やっぱり日常生活に追われてると、例えば会社に行って普通に働いてる時って生活のリズムも場所も全部同じですよね。で、人間って環境が大きく変わらないと、元々あった悪い習慣とか、元々の行動パターンとか考え方みたいなものを実は大きく変えることって難しいんですよ。まあ、だからその証拠に引っ越すことによって悪い習慣がなくなったりとか、あるいは身についていた良い習慣が逆になくなってしまったりとかってこと皆さんあると思うんですが、人の行動を変えるためにはですね、やっぱり環境を変える、いつもと行動パターン、生活パターンを変える、あるいは生活パターンが変わっている時に新しいことを始めるっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよ。だからもし皆さんが今連休中だったらね、まあ、そういうこともあるんだぐらいでね、旅行とか行ったらしょうがないかもしれないけど、でもちょっとさ、いつもと違って、なんかこう違う場所にいたりとか、あるいは、今ね結構ね、連休って言ってるんだけど、まあね、円安だし、まあ、どこにも行かないでちょっとのんびりしてるみたいな人とかは、逆にその行動パターンをいつもと変えてみてほしいんですね。で、それをすることによって自分の人生とか考え方が大きく変わる可能性があるので、で今日はですね、そんな中でも、まあ、皆さんが一回この考え方というか癖を直してしまえば、一生もうこの先ずっと利益になるテクニック、先延ばし対策についてお話ししたいと思います。今日はですね、まあ、主に先延ばしの原因をトップ5という形でですね、ご紹介して、人間の先延ばしってなんで起きてるのかっていうと、まあ、多くの人は自分がダメだから、先延ばししやすい性格だからっていうふうに思ってると思うんですけど、そうやって決めつけちゃうと、自分の性格だから変わりませんってなっちゃうと、先延ばし一生治らないじゃないですか。で、こうするとやっぱ一生成功できなくなっちゃうんですが、結論から言うと、先延ばしは治せます。で、さらに先延ばしはですね、皆さんが悪いっていうよりかは、皆さんが人生の前半で身につけた様々な偏見とかバイアスみたいな、まあ、いわゆる社会常識みたいに呼ばれるもんですね。こういうものが、邪魔しているせいで皆さんは先延ばしがずっと治らないんですよ。じゃあどうすれば先延ばしは治せるのか、そのヒントとして今日の放送ぜひ使ってみてください。それでは、知れば治る先延ばしの原因、第5位、ダダン、失敗への恐怖ですね。はい。実はですね、ゴールを達成する自信があんまりない、あるいは達成できなかった時の失敗が怖いっていう風に思う人ほど先延ばしが増えるってことが分かってるんですよ。要するに僕らってやってもすぐできることとか、まあ、そんなに大変じゃないし、なんなら失敗も別にしないしってことってすぐ手つけるんですよ。だからまあ分かりやすい例で言うと、会社行った時にメールの返信とかさ、コピーを取るとかさ、どうでもいいじゃん。あるいはその勉強をしなくちゃと思った時に部屋を掃除するとか、別に掃除しなくても生活してたわけだし、勉強できるしどうでもいいじゃん。でもどうでもいいことからやっちゃうんですよ。あれなんでだと思います？なぜかっていうと、人間は失敗しないことを優先して手をつけるっていう性質を持ってるんですよ。だから掃除とかメールを返せばコピーを取る失敗しないですよね。ところがプレゼン用の資料を作るとか、クライアントに電話をかけるとか、試験勉強をするって、それが報われない可能性があるじゃないですか。で、人間ってのは生き抜くためになるべく先に報われるというふうに判断することをやるように進化しちゃってるんですね。このせいで失敗への恐怖っていうのがあると、人間ってのはその行動を無意識に避けるんですが、実は残念ながら人間の社会の中ではですね、失敗する可能性がある、一か八かとまでは言わないんだけど、頑張らないと失敗するようなことを頑張った人が成功して報われるのがこの世の中ですよね。だからむしろ先に手をつけるべきなのは、失敗への恐怖を感じるものに先に手をつけるべきなんですよ。ところが多くの人がこれができないと、で、そして先延ばしになってしまうということなんですね。はい。続いて第4位です。ただ難易度が高すぎるです。はい。これはですね、まあ、これも実は先延ばしの中、なんだろう、原因の中では結構重要なポイントになってまして、ちなみに今日のこのランキングはカルガリー大学が行ったメタ分析を元にしてですね、600件以上の研究データをまとめたものなんですけど、それをベースにしております。はい。で、第4位がですね、この難易度が高すぎるなんですが、でもまあ難しいことを先延ばししたくない理由って、まあなんとなく皆さんもわかると思うんですけど、これなんで難易度が高すぎる目標設定するんだと思います？だって難易度が高くない目標設定すればいいじゃん。普通によし、今月で10キロ痩せるわ私
って考えたら、まあ、まず失敗するじゃん。だからそうじゃなくて、いや、とりあえず1キロ痩せてみようとか、500g でいいから1回痩せてみようとか、あるいはそのいきなり体重にしないで、断食を始めてみようとか、まあ、週に少なくとも、まあ、2回は運動するようにしてみようとか、小さい目標から始めればいいのに、なぜか難易度が高すぎる目標を設定して越に浸る人がいるんですよ。こういう人たちをですね、実は完璧主義な人たちというふうに言うんですね。実は完璧主義な人たちの中でも、まあ、特にですね、こういうふうに、自分のハードルを上げて、いや、もう私10キロ痩せるから、今日めっちゃ痩せるからとか、あとはほら、男性とかでもいますよね。いや、自分はもう年収ね、1000万、2000万になるんやと。でもその人年収200万ですけど、みたいな。年収200万がいきなりさ、1000万、2000万なんかなるはずがないじゃん。なのに、そういう風に非現実的な目標を立てて、その非現実的な目標を立てることによって、自分が努力しなくていいように、どっから手をつけたらいいかわからなくなるので、だから、俺は明日から本気出すみたいなモードですね。こういうモードに自分から入っちゃう人がいるんですよ。で、こういう人ってのは、小さな習慣から身につけていくと、いうのがですね、ポイントですね。だからさっき言った完璧主義の場合は失敗が怖くてできないんですよ。で、この今言った難易度が高すぎる人っていうのは非現実的な目標を立てて努力しない理由を見つけてるんですね。手をつけない理由を見つけてるんですよ。で、こういう人っていうのはやっぱり物事が続かなくなってしまうので、おすすめは小さい習慣から作っていくっていうのはすごく大事です。人間の脳って面白くできてて、大きな変化には抵抗するようにできてるんですよ。まあ当たり前ですよね。今皆さんある程度平和に生きていたら大きく変化する必要ないじゃないですか。下手に変わろうとして変化して自分の平和な生活が脅かされたら意味がなくなっちゃう。だから人間の脳は基本的にはですね、変化に抵抗するようにできてます。だからよく言うのは、日常生活を変えようと思っても一気に全部変えちゃいけませんと。 10% から 20% ぐらいの範囲の変化を地味にね、徐々にやっていって脳を騙して自分を変えていくのが大事ですよっていうふうによく言われるんですよ。で、これをやるためにはぜひですね、習慣化のテクニックを見つけるのがいいと思います。おすすめはね、ちっちゃい習慣から始めてください。何でもいいです。スクワット3回とかでもいいです。はい。ただこれ場所と時間だけ決めてくださいね。例えばトイレ入る前にスクワット3回とか、寝る前に腹筋5回とか、そんなのでもいいんですよ。それ絶対できる。どんなに疲れてても酔っ払ってもできるちっちゃい習慣を始めていって、まあ、これをですね、できれば 1,2 ヶ月騙されたと思ってやってみてください。実は小さな習慣を身につけることによって、それがもっと難しい習慣にエスカレートしていくっていう研究とかもあるので、まずはですね、ちっちゃい習慣からやってみてください。次、第3位、明確さが足りないです。はい。これは明確さといっても、何をどうやるかっていう明確さではなくて、自分の価値観を明確にしないってことが実は一つ、問題になるんですね。例えば分かりやすいで言うと、自分がアイデンティティとしてこういうものがあると、自分はこういう人生を生きたい。例えば僕の場合だったら本を読み続ける人生を生きたいっていうふうに思うんですよ。で、こういうふうになってくると、まあ、知識をね、最大化するのは僕は好きなので、そういうふうにこう、自分はどういう価値観を持ってるってことが分かると、何かやらなくちゃいけないことをやろうとした時に、これがいかに自分にとって大事なのか、自分の未来にとって大事なのかってことが見えやすいんですよ。ところが、自分のこの価値観がはっきりしていない人ってどうなるかっていうと、未来の遠いね、自分が達成したい目標とか価値観に合った行動よりも、目の前の誘惑に、駆られちゃうわけなんですよ。例えばじゃあ、まあ、タレントさんとかでもそうだと思うし、ボディービルダーの人なんかそうですけども、ムキムキでさ、かっこいい体型を整えてるじゃないですか。でも彼らだって、ラーメン食べたいし、甘いもの食べたいんですよ。でも我慢できる。なんでかっていうと、彼らのアイデンティティは、磨き上げられた肉体だからなんです。磨き上げられた肉体こそが、自分の価値観であり、アイデンティティだと。だからこそ、自分はこの磨き上げられた肉体をキープするための行動は、優先してやる。先延ばししないという風になるわけなんですね。ところが、この感覚がないと、先延ばしが、起こってしまうんですよ。怖いですよね。続いて、第2位。はい。環境への反応性が高いです。はい。これ簡単に言うと、周りの環境に影響を受けたりとか流されちゃったりとかして反応しやすいってタイプの人ですね。まあ、いわゆる注意散漫な人とか、あとは HSP の人、周りの目を気にしすぎる人、こういう人がですね、実は先延ばしがね、多くなるというふうに言われてるんですよ。これちょっと意外ですよね。普通はさ、周りのなんだろう、目線とか、目をですね、この気にしたりとか、したら、普通に考えたら頑張りそうな気がするじゃないですか。ところがこういう人たちっていうのは、何かやらなくちゃいけないことが目の前にあっても、他のことに気を取られる、せいでですね、いつになっても手をつけられなくなっちゃうんですね。で、これは環境への反応性という問題です。で、これは結構いろんな原因があるんですけども、特に今問題になってるのは HSP ですね。HSP の人って反応性が高いので、自分の中でスイッチがバーンと入るとものすごい集中したりとか、できるんですけど、逆に環境が悪いと注意をそらすものとか、自分にとって誘惑になり得るものがあったりとかすると、そっちに持ってかれちゃうんですよ。HSP の人って。だからこういう人は環境を整えたりとか、あるいはそもそも HSP の対策をすると、あるいは HSP が独自に持ってメリットを知るということですね、して自分のその反応性というのを対策していく必要がありますね。だからまあ、おすすめのやり方としては、自分が集中したりとかなんかやりたいというふうに思った時についつい先延ばしをしてしまうと思ったら、先延ばしの行動をするときにね、何を使って先延ばしするか調べてもらいたいんですよ。例えばスマホを使って先延ばししてるんだったら、スマホを一時的に使えないようにするとか、お
お菓子をポリポリ食べながら先延ばししてるんだったら、お菓子を食べれないようにするとかっていう対策ができますね。はい。これは結構おすすめですね。はい。寝る前にスマホ使っちゃって、その寝るということをですね、先延ばしする人が現代人は増えてるんですよ。で、こうすると不眠症になっちゃったりとか、翌日のパフォーマンスがだだ下がりしたりとかするので、寝る前、寝る睡眠の先延ばしって一番やばいんですけど、で、こういう人は、それこそ会社から帰ってきたらとか、まあ、寝る準備を始める段階で、もうスマホをそのタイムロッキングコントにポンって入れちゃって、8時間とか7時間とかタイマーをつけちゃうんですよ。で、こうすると、どうなるかっていうと、そのタイマーが終わるまで開かないから、寝る前にスマホのいじりようがなくなるんですね。で、こういう対策なんかいいと思います。では最後、ダダン、堂々の第一位は誠実性が低いです。はい。誠実性といっても、あの人誠実ですよねとかって、そういう誠実性じゃなくて、心理学でいうところの誠実性っていう性格の特性ですね。はい。誠実性が高い人っていうのは計画的で自分をコントロールするのが上手くて、コツコツ物事をやることが得意と。そして目の前の誘惑よりも将来の大きいですね、利益の方を優先するっていう、こういう性質があります。逆に言うと、誠実性が低い人っていうのは衝動性が高い。衝動買いしちゃったりだとか、後から考えたら損をするような決断をいっぱいしちゃったりとか、目の前の誘惑につい負けちゃうと。はい。いう人がですね、やっぱり先延ばしの性質は高いそうですね。目の前の小さな誘惑に負けて将来の大きなですね報酬っていうのを手放すっていうのが先延ばしという行為なんで、これじゃあどう対策できるのかっていうと、これ一番いい方法はですね、やっぱ瞑想ですね。はい。瞑想ってね、すごい面白くて、そのなんかこうやってね、こうなんかね、こうお坊さんとかこうやってやってるイメージがあるんですけど、あれね、実は呼吸にね注意を持ってくる練習なんですよ。最初は呼吸から余計なことに注意がそれたら呼吸に戻す、余計なことを考え始めたら呼吸に戻すっていう風に、注意がそれそうになったら戻す、本来の目的に自分を戻すっていう、そういう筋トレなんですよね。だからこれ筋トレってさ、重いものを下ろしてからこれを戻す、下ろしてから戻す、これで筋肉が鍛えられますよね。で、瞑想も全く同じで、先延ばししそうになるのと同じで、要するに先延ばししそうになったら戻す、先延ばし他のことをやりそうになったら戻す、違うことに気を取られたら戻すってことをやる練習として、呼吸を使って呼吸に注意を戻し続けるっていう練習が、実はこれ瞑想なんですよ。だからこれやると実は先延ばしかなり減ります。はい。瞑想と同じような感覚で先延ばししたくなる自分の心を認識できるようになるので、これでコントロールが効くようになるんですよ。だから瞑想は結構おすすめですよ。はい。